ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がフォルクスワーゲンゴルフ GTI TCR 2020年式14,500キロ、こちらの車両になります。やってまいりました。限定車ということで、はい、そうですね、600台限定ですね。なんでその限定車でいろいろスペシャルなパーツがついていると思いますので、その辺の部分と、あとは今回あの久しぶりに、はい、実は以前TCR 大宮店の方で撮影させていただいて、 はい、それが一般道での試乗だったんで、はい、まあ、この60馬力アップでしたっけ、はい、そのエンジンの試乗をお届けしたいと思います、はい、というわけでまずその限定車のところを振り返りたいんですけど、はい、これが TCR その名の通り世界ツーリングカーカップ の、 その走ってる車の、はい、まあ、ストリートバージョンというか、はい、っていう風に落とし込んだ車になってくる。でこれ TCR っていまいちピンとこなかったんですけど、はい、これあの旧 WTCC の そうですね、その後のやつが TCR って言われてる、はい、ワールドツーリングカップでした、はい、はい、そうですね、っていうことみたいで、これが誕生した経緯っていうのも、はい、知ってます？誕生した経緯ですか、はい、経緯というか どういう感じで発表になったのか。あ、そこまでは。それが1982年からスタートしているオーナーズミーティングでベルターゼっていうのが、うんうん、まあ、オーストリアで開催されてるんですけど、はい、要はそのゴルフのファンクラブオーナーズミーティングみたいな、うんうん、それを年々開催していってだんだん大きくなって、それが、2018年の時に、うん、そのイベントでこれが発表されてると。でそのイベントもすごくて、なんか3日間で20万人ぐらい、ヨーロッパ中からこう、はい、まあ、ヨーロッパ中だけじゃないと思うんですけど、はい、まあ、いろんなところからこうゴルフファンが集まって、はい、まあ、3日間開催されるらしいんですけど、うんうんうん、そういうもうファンのど真ん中で発表された車ということで、はい、まあ、この GTI のもう世界、はい、GTI 最速を歌ってるんですよね、うん、そうですね。なんでかなりこうファンの方に刺さる車になってるということで、はい、で特別パーツも盛りだくさんということで、はい、まあ、順番にご紹介させていただきますけども、エンジンもスペシャルで外装もスペシャル でその他特別装備もオプション盛り盛りということで、はい、その辺を順番にご紹介させていただきます、はい、でまず前回りなんですけども、パッと見今回ボディカラーもあって、そうですね、 GTI の素の GTI っぽいかなと思ったんですけどもうなんか普通のと言いますかベースですよね。それがボディカラーが通常 TCR だと4色、ね、そうですね、はい、黒と、あとはまあ一番目立つ色がピュアグレーがありまして、それ、まあ、今回は白なんですけど、結構白もまあなかなか売れる色なのかなっていうので今回入れさせて、まあ、人気カラーですよね。人気カラーです、はい、人気カラーです。そして外装としてはこのリップが、はい、スペシャルパーツになっていること、そうですね、はい、これもなんかすっごいな感じで、うん、なんか純正オプションみたいな、そうですね、まとまりはいいのと、まあ、ちょっとこう張り入れてる感で存在感が出てるので、まあ、いやらしさがなくて非常にあのバランスの整ったスポイラーだと思いますね。そしてあと大きなポイントとしてはここのフォグが、はい、GTI と違ってなくなってるんです、ね、そうですね、ないですね。なんでまあその辺がすごくレーシーに見えるのと、これは一応向こうは抜けてるんですよね、はい、向こうが抜けてます。そうですよね、風は、はい、抜けます、ね、抜けてるんで、この辺なんかが空力が改善されてるということで、はい、こんな感じの前回りになっております、はい、そして横早速行っていいですか、はい、横もスペシャルなパーツもりもりということで、なんとタイヤホイールも専用の19インチですね。そしてサイズの方も225から235にサイズアップしているということで、はい、サイズしてますね。これそのまま入るんですね。あ、入りますね。なんかボディサイズは基本的に変わってないじゃないですか、はい、で寸法で、まあ、一応補充しておくと、全長の方が4275、全幅の方が1800で、全高の方が1465ということなんですけど、これ通常の GTI、はい、GTI パフォーマンスと同じ、全く同じ寸法なんですけども、ね、はい、タイヤはワンサイズアップしてそのまま入っちゃってるということ、はい、ただ結構パンパンとまでいかないですけど、いい感じ、ちょうどいい感じそういじらなくてもちょうどいい感じにはなってますね。チューナーサイズぐらいの、はい、こんなバランス取れてますよね。そしてタイヤの方はピレイの、はい、P0ね、そうですね、はい、こちらが装着されております。そしてあとブレーキの方も大型化されてるってことで、はい、なってますね。なんで効きも結構いい、もうあのブレーキ踏んでいただいても全然感じられるぐらい効きの違いっていうのが出てるので、それも後で試乗で確認していただけたらと思います。なるほど、前回あの、はい、一般での試乗だったんで、はい、そんなにブレーキの高騰力も確認するまでもなく、はい、こう終了しちゃった感じなんです。今回あの高速試乗でちょっとこの辺確認してみたいと思います、はい、あとは1個レビューで書いてあったのはドリルドになるんで、はい、少し音が、はい、気になるというか、あ、なるほど、っていうレビューもあったんで、はい、実際どうなのかっていうのを確認してみたい、うん、でもスポーティーでいいですよね。あとあんま出てないんですけど、あの車高自体も5ミリ、まあ、あの GTI とそこもちょっと違いが出てるのかなというところになります。
まあ、車がまあメーカーチューニングされてる、もういわゆるチューニングカー的な感じに仕上がってる。はい、そしてあとはサイトのこの辺なんか GTI ベースっていうことで、はい、今あのトップオブゴルフになんか R っていうイメージがどうしてもありますけれども、もともとこう FF でこうずっとやってきた車、はい、でこうシビックと戦ったりしてこう FF 最速とかそんなことを言われてた車なんで、結構 GTI ファンも多いんですよね。はい、そうですね、やっぱり選ばれる方でずっと GTI 乗っててとか、前に GTI 乗っててまた戻ってくるっていうのは多いので、やっぱり人気車両になりますね。なんか聞いた話だとゴルフ7だとやっぱり R があるんで、はい、R を選ばれる方っていうのがまあ比率的に多いらしいんですけど、はい、やっぱりこの車、あとゴルフの流れを見てると、はい、やっぱり FF っていうところが、そうですね、四駆だとやっぱり特性だったりだとかっちりだいぶ違ってくるんで、はい、そうですね、また馬力が少し出てるのが結構ずるいかなと。そうですね、だいぶ変わってますよね。ただ GTI 今回のはもう GTI 最速なんで、そうです、まあ、それに匹敵するぐらいのパワーが出てるっていうことなんで、はい、この辺かなり魅力的じゃないですか。あと横に関してはミラーが黒くなってたりだとか、黒くなってますね、マットブラックなんですね。マットブラック、はい、なってますね。この辺が黒くなってたりだとか、はい、あとサイドスカートも、はい、これも非常にシンプルな感じで、そうですね、フロントとこう合わせて全体的にバランスも取れた、いやらしさのないスポイラーかなっていう、本当に純正オプションみたいな、はい、ね、車外みたいなこう押し出し感の強い感じな、はい、一体感のあるサイドスカートもこちらになってます。そして後ろ側に TCR の、はい、こちらもロゴが入ってさりげなくと、あとドアも開けるとカテシーも、そうですね、はい、TCR で入ってくるので、この六角形がどこから来たのかな、そうなんですけど、はい、確かにそうですね、ランボーとかだとこう六角形のイメージありますか、はいはい、こんな感じのロゴも入ってる。そしてあとは天井も黒くなるということで、はい、なってます。やっぱり黒の面積増えるとだいぶスポーティーな感じのイメージ変わりますね、はい、そしてあとはこのワーゲン、この世代ですごく進化してるんですよね、はい、っていうのはプラットフォームが一新されてて、うん、アウディなんかと共通の MQB プラットフォームっていう、はい、アウディなんかと共通のプラットフォームを使ってるってことで、結構こうアウディでもいろいろ車種ありますし、はいはい、あとゴルフワーゲンなんかでもいろいろ車種ありますけども、うん、なんか共通化できるプラットフォームらしいですよ。そうなんですね。なんかアクセルペダルとこのフロントの車軸の位置だけ固定されてて、はい、後に関しては伸ばしたりワイドにしたりっていうのができちゃうということで、はい、で他にも、ポロパサート全部共通、はい、そして Q2 とか、A3 TT なんかもこのプラットフォームを使っているということで、まあ、その辺でまあコストダウンをしてしつつ、はい、まあ、いろんなその走りの方にお金がかけられているような、そんなプラットフォーム。そして、はい、このプラットフォームすごいのが安全性が非常に高いということで、はい、欧州 の, その安全テストで満点取得らしいです、当時ですけどね、はい、そして、まあ、室内に関しては9A バックだったりとかして、やっぱりこう乗用車のベンチマークとして、うん、歴代続いてきた車があって、そうですね、まあ、非常にその安全性の部分に関しても、はい、まあ、おすすめできるところかなと。そうですね、もう40年以上もう経って、まあ、変わんないですもんね、変わないです、このシルエットが。そうなんですよ、はい、まあ、若干丸くなったり流線形になったりとかしてますけど、はい、ホンダのシビックとかだと結構こう世代によって全然形違ったりするじゃないですか。そうですね、ゴルフに関してはもうこのスタイルがなんかもう歴代ゴルフって全く変わらない、はい、まあ、若干こう大きくなったり長くなったりとかしてますけど、まあ、ここのファンがいるっていうのはこうなってるかなと。そうですね、はい、そして後ろもブレーキも大型化されてて、そうですね、はい、こんな感じになっております。はい、そしてあとはリアに関してもこのトランクのスポイラーがついてたりだとか、ね、はい、本当になんか絶妙っすね。そうですね、ここも大きすぎないっていうところと、はい、バランスは非常にもう絶妙な、本当に純正オプションのサイズ感のスポイラーがついてて、下のディフューザー、これリアの下側のディフューザーに関してはこれ結構フロントサイドリアルーフと違って、こう主張が結構激しめだなっていう風に感じました。もともとのバンパーが中に入り込んでるので、まあ、そういったところでここまで出してもまあいいデザインなのかなと思いますし、なんで後ろはだいぶ速そうだ、ね、だいぶ速そうですね。そして驚きのポイントは、はい、なんとこのアクラポのマフラーが標準装備ということ で、ね、はい、でこれフルチタンなんですよ、ね、フルチタンです。なんで出口だけじゃなくて、はい、テールのパイプなんかもチタン製のパイプで、そうですね、まあ、他にアクラポ入ってるのもありますけど、こうマークがなかったりするんで、そういったところではこういったワンポイントがあって非常にいいかなって、誰が見てもあのマフラーが違いが分かるのでいいかなと思いますね。まあ、ビジュアル的なものだったり音質的なものももちろんなんですけども、はい、純正装着のアクラポですから、うん、ちゃんと性能の方も伴っているということ で、ね、こんなマフラーも最初からついてきます、はい、続いて内装見てみたいと思います、はい、こんな感じで内装も特別装備ということで、そうですね、でこれシートの方が専用ファブリック、はい、この何柄って言えばいいんですか。何柄ですかね、こうひし形が透けて見える感じです、はい、
赤を差し色に使ったこのセンターと、あとサイドだったりはこのマイクロフリースのシート、そうですね、これさっき座らせてもらったんですけど、はい、いいんですよね。いいですね、肌感、そうですね、触った感じはすごいいいので、あとはまあ座ってこう熱がこもりやすいので、そういったところでもこの素材ですと、そんなに気にならないかなっていう。確かにレザーってこうちょっと滑ったりだとか、はい、まあ、あとは高級車なんかだとベンチレーションついてたりしますけども、うん、やっぱりそこで少し蒸れたりだとか、まあ、その辺やっぱり乗用車のベンチマークとして、はい、このシートの形状ないし、この座り心地、はい、まあ、長時間乗っても問題ないような、はい、こちらのシートはもうかなりいいんじゃないかな。背中には GTI のロゴが入ってたりとか、はい、で調整に関してはもう全部手動ですよね。そうですね、はい、ここはもう手動になりますけど、逆に手動でいいのかなって、ささっとできる、ささっとできます、はい、そしてマットの方も GTI のロゴ入って、はい、赤 の, このストライプというか、で端っこカーボン柄というか、ちょっとそうなんですよね、カーボン調になって、カーボン調 の, あのアウディで勉強しましたけど、はい、マットでカーボン使ってるやつは多分高いんじゃないですか。そしてハンドルなんかも専用品ということで、はい、なんかおおよそ形だったりカラーリングは一緒かなと思ったら、これセンターマーキングがあるのは、はい、TCR 専用ということで、そうですね、はい、ありますね、こちらの専用ステアリングになっております、はい、続いて乗ってみたいと思います。もうねこれ100点座った感じ、こういうのもないし、はい、なんかこのサイドのこの高さもすごくちょうどいいし、そうですね、こうシートのこの位置というかポジションももうすごい自然、なんかこうなっちゃってるんですよとかっていうのもない、はい、そうですね、本当に使いやすい。シート位置が若干こうなってるので、お尻の収まりが多分いいんですよね。あ、確かに、はい、でも本当になんか違和感ないぐらい、そうですね、スポーツシートみたいなこうお尻がスポッてはまる感じじゃなくて、本当自然にこう、はい、腰に荷重がかかるような、で高さ調整とだったらスライドですよね。そうですね、はい、スライドですね、こんな感じで、はい、でリクライニングはこの例のダイヤルですよね。はい、なります、はい、横に、ここは結構好み分かれるかな。そうですね、ただ運転席はそんなにこう、はい、リクライニングしたりとかしないんで、はい、そんなに多分苦じゃないと思うんですけど、助手席もなんですよね。助手席、そうなんですよ、これ左手でやるってなるとちょっと力もいりますね。で助手席後ろまでリクライニングするの？後ろまでは、あ、行くんだ。結構行きますね、回ります。あの撮影で使わせてもらってるティグアンは45度ぐらいまでしかリクライニングしないんですよ、はい、そうなんですね。そうなんですよ、はい、なんで助手席でこうくつろぎたいときに絶妙な角度までしかならない、はい、なるほど、ゴルフの場合だとなるという、はいはい、結構いきます。で素材もすごくいい感じです。でこのサイドサポートもかなり高いんで、うん、本当にホールドがいい、はい、そして先ほど触れたスタイリングがこんな感じでちょっと D シェイプになってて、 GTI のロゴ入りだと、はこの辺がマルチファンクション的なのと、あとメーターの操作ですね、はい、だとここは ACC が、 ACC はあの割と頭いいです、あ、ワーゲンの、はい、ただ時々見失いますなんでまあこの辺は、はい、まあこの世代に見合ったものになってるかな、はい、そしてあとはダッシュボードの形状なんかはワーゲン結構共通というか、はいはい、僕らのあの乗ってるティグアンなんかとかなり似た感じのダッシュボードかな。ただこの辺に蓋がなかったりとか、 そうですね、その辺の違いはありますけど、おおよそ一緒かなと、はい、でメーターの方がこんな感じでフル液晶の、はい、アウディでいうとこのデジタルコックピット、そうですね、でこれもなんかワーゲンと違う名前なんですよ、そうですね、アクティブインフォディスプレイとかってメーカーも面倒くさくなったのか分かんないですけど、はい、ホームページにはあのデジタルコックピットって書いてありました、はい、多分そういう風に呼ぶみたいな、そんな感じになってます、はい、でここで、まあ、全部表示関係がいろいろできちゃうと、ナビなんかもできると、はいはい、そしてあとはこの辺ナビ、この辺もワーゲン系共通ですよね。そうですね、まあ、非常に使いやすいものになってるんじゃないかと、はい、あ、ここのラインも赤なんだ、そうなってます GTI ってで、テレビもついてますし、はい、カープレイももちろんついてるということで、一通りついてますね、はい、この辺はかなり使いやすいかなと、はい、ただテレビの感度はあの正直かなり良くないです、はい、なんで、まあ、その辺重視する方は、まあ、後付けの地デジつけるとか、うん、もしくはインターフェースなんか使ってもらってミラーリングだったりで、はい、まあ、メディア充実させてもらった方がいいのかなと。そしてエアコン関係に関しては、はい、シートヒーターはないんですね。ないですね、本当にこのデュアルのエアコン、はいはい、でシンクロも一応ついてるんですよね。ついてます、はい、こんな感じになっております、はい、そしてあとは小物入れと、はい、あとシフトもなんと専用になるということで、なってますね。そうですね、これ何が違うかなと思ってカタログ見比べちゃいましたじゃあここに赤いラインが入ってるのが専用品ということです。はい、で形状に関してはそんなに変わらないですよね。変わらないですね、多分全く一緒じゃないかなと、はい、であとこの辺がパーキングだったりだとか、はい、モード切り替え、ね、モード切り替えはちょっとかけていいですか。はい、お願いします。モード切り替えは、あ、なるほど、この辺は一緒ですね、はい、エココンフォートノーマルスポーツカスタムということで、
こんな感じに。だと、アイドリングストップと、あと横滑りと、はい、ね、だと電動サイドと、はい、だとドリンクホルダーがこんな感じでついてます。はい、あの栓抜きはないんですね。はい、ね、はい、栓抜き知ってる？え、栓抜き、あれ栓抜き知らない嘘でしょ、初めて栓抜き、確かにゴルフ5までかな、ゴルフ5だけかな、はい、ここに栓抜き兼このドリンクホルダーこうなんていうの、分ける部品がついてたっていう、はい、初めて知る。そういうおじさんネタはいいですね、はい、こうやっていきましょうそしてアームレストはこんな感じ、非常に狭いですけど、はい、こんな感じのアームレストになってます。そしてペダルももう自然、そうですね、これ何回もワーゲン系取るときに言わせてもらってますけど、はい、あのペダルがすごくいいのと、フットレストが大きいの、大きいですよね、左足がこうバーンと、はい、そしてあの使っていいかどうか分かんないですけど、 ACC のときに役立つこの、ね、この絶妙なこのこれが最高です。でペダルもあのゴムペダルじゃなくてちゃんとステンレスのカバーついてるんで、はい、質感もかなりいいです。いいですよね。そして天井関係に関してはこんな感じで、ファブリックのピラーとファブリックの天井と、ただ天井黒いんでかなり引き締まった印象があります、はい、そしてバイザーはビニールですよね。そうです、ね、はい、はい、そして今回の車はドライブレコーダーが前後でついてるってこと、はい、後ろもついてます、はい、だとワーゲンこれなくならないですね。そうですね、これは定番ですね、はい、意外にこう使う人は使うんじゃないかな、はい、他の車種だと少なくなってきてるんで非常に重宝しますね。結構運転の時だけサングラスしますよなんて方も多分少なくないんで、はい、この辺はかなり便利に使えるんじゃないかな。こんな感じの内装になっております、はい、じゃあ続いて後ろの席、はい、藤本くんが乗ってみたいと思います、はい、藤本くんは身長が2メートル8センチだっけ。いや1メーター80でお願いします。あーそういう時だよね、わかります、わかりますそうですね、はい、この時にちょっと手間が、撮影で戻さなかったら、はい、お邪魔します。いやもう全然中は広いですね、開放感もありますし足元もそんなに気にならないので、全然これ普段で4人使いしてあの苦じゃない車ですね。今多分助手席も同じぐらいのスライド量なんで、はい、まあ、多分このぐらいのクリアランスが標準になってくるんじゃないですか、はい、もう全然私体でかいですけど、上も天井も髪の毛もそうですね、ギリ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 触れないのでいいと思います。なるほど、かなり使い勝手は良さそうということ、はい、ただまあちょっと装備がそうなんですよ、ちょっとねこういうとこもただ風が出るだけで、まあ、一応ここにドリンクホルダーはあるんですけど、まあ、ちょっとこうさっぱりした感じと、あとはトランクスルーもここにはあるので、まあ、荷物をそうですね長いものは入れられるっていうところは、まあ、プラスポイントかなと思います。あの使い勝手はめちゃくちゃ良さそうなんですけど、うんうん、装備もうちょっと欲しかったなと思そうですね、まあ、せめてシガーソケットがついてるとか、はい、そうですね、はい、後ろも欲しいですよね。だとティグワンとかになるとリアのシートヒーターついたりするので、はい、まあ、その辺オプションであってもよかったのかなっていうのは若干思ってしまいました、はいはい、こんな感じのリアシートになっております、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクが例のここを、はい、そうですね、開ける感じです。そしてトランクの方が380リッターということで、はい、割と奥行きがあるんですよね。ありますね、はい、でやっぱりこの形でずっと作ってるだけあって使い勝手めちゃくちゃいいなっていうトランクに関しては、いいですね、はい、荷物も積みやすいし、この下にも少し収納と、はい、あとスペアタイヤが標準なんです ね、もうほとんど GTI 入ってきますけどスペアタイヤしか見たことないのでこれが基本になるのかなって思います、ね、最近なんか、ま、みんなパンク修理キットになってて、はい、なくなってたりしますけど、そうです、ね、スペアタイヤもしっかり積んである、はい、と工具だとここの横のこれが外せるんですよね。あ、そうですね、だ結構これ外してこのこれも外してとかっていうと、はい、結構高さのあるものも詰めたりとかして詰めますね、まあ、その辺はすごくやっぱり考えられてるなって感じしますよ、ね、そしてこの上のこれもここで勝手に止まるっていう、そうですね、はい、これも意外と使いますんで、でこれ1段下にも行けるんですよね、はい、そうですね、ずらしていただくと下側にボードが行きます。なんでその辺の使い勝手はさすがだなっていう感じがします、はい、そしてこれリアシートを64で倒せますんで、それを倒していただくと1270リッターということで、はい、もうタイヤ4本とか全然詰めちゃうぐらいのサイズなんで、はい、まあ、日常使いやっぱり最強だなと思って、ね、いいですね、はい、こんな感じのトランクになってます。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 1984cc 直四ターボで290馬力380ニュートンということで、これが通常の GTI これ230馬力なんで60馬力アップ、アップで、ね、でその上の GTI パフォーマンスでも245までなんで、そうなんですよね、まあ、それと比較しても45馬力アップということで、はい、もうかなりパワーアップしてる、だいぶ大幅な、はい、
ぱりキャップですね。もちろん R になると300のこう大台を超えてくるんですけども、そうです、ね、やっぱりトラクションの関係で大体300馬力とか400馬力ぐらいが、うん、なんかその FF の限界って言われてるんですよ。そうですね、言われてますね。諸説あると思いますね、はい、だから本当にそこのギリギリまで出してあると、はい、そしてこれとプラスして電子制御の油圧式デフ、これ GTI パフォーマンスなんかにもついてますけど、はい、それで左右100ゼロで触れるような仕組みもついてるんで、はい、まあ、FF にありがちなアンダーを消すようなことを、ね、まあ、車がやってくれてると。だとミッションの方が7速 DCT ということで、シフトラグがこれ 0.03 秒から 0.04 秒の超高速シフトが可能になってる、はい、でこれも GTI だと6速なんですけど、パフォーマンスと同じ7速のものが搭載されているということで、はい、そしてエンジン、これあの R 用ベースに専用セッティング、少しだけこう出力を落とすようなセッティングのものになっているそうです、はい、というわけで0100が 5.6 秒、これ FF で 5.6 秒といったらだいぶ早いと思います。そう、だいぶ早いですね、はい、でこの一応新車で出た時のこの世代までは歴代最速ということで、はい、もう究極系、そうですね、 FF の最速ですね。でこの先ゴルフもどうなっていくか分からないじゃないですか、はい、結構こう貴重な車になってくるんじゃないかなと思います、はい、そしてあとボンネットで触れておきたいのは、はい、あの8、はい、出たじゃないですか、はい、なんかコストダウンがかなりこう賛否を呼んでるんですよ、ね、まあもちろんその価格を抑えるためだったり、はい、環境負荷を抑えるためだったり、はい、まあ、あと他のところにお金をかけるためだったりとか、はい、いろいろ理由あると思うんですけど、はい、8になるとこのダンパーがなくなるんですよね。そうですね、それ言われて、あ、確かにと思って、はい、でいろいろ聞いたらこのボンネットの塗装の裏、はいはい、ボンネット裏もなんか結構こういろいろ削除されてて、はい、塗装がなくなってたりとか、いろいろその辺も違いがあるので、はい、まあ、車全体としてかなりお金と技術がこう吸い込まれてるのはセブン結構あるんじゃないかなと思います、ね、うん、はい、ただいいですか、はいはい、下手っております、そこは縮んでちょっとしてしまっているので、あの熱半端ないんですよ、はい、そうですね、ここに熱がこもるという話ですよ ね、 そうなんですね、このターボからの熱がかなり来るということで、まあ、気になる方いらっしゃいましたら、はい、もちろ ん、 この辺なんかは、はい、交換させていただいて、お気軽にご相談ください、はい、続いて東海類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ行きましょう。はい。ちょっと先にいいですか。もうちょっと。そうですね。はい。ちょっとね、アクラポって聞いたからね、あのちょっと勝手に期待値を上げてしまいました。もっとなんかこう重低音で、はい、もうお腹にドスンってくるみたいな排気音を期待してたら、意外にこう。割と軽めな感じで、ね。そう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 。よいしょ。ああ。もうね、違います、完璧もう、はい、なんかもうサイズ感とかさ、なんだろうな、もう多分ね、誰が初めて乗っても普通に運転できるよね、はい、うん、ですよね、うん、多分欧州車乗ってる人じゃなくて、はい、国産車がこう乗り換えても、うん、多分こうスッて受け入れられるというか、あとはあのセブンから非常に進化してるということで、はい、リアがなんとマルチリンク化してる、うん、そうですね、なんかベースグレードだけあの足回り違うらしいんですけど、はい、それ以上に関しては GTI 以上に関してはマルチリンク化しているということで、かなり接地感が良くなっている、はい、何を隠そう、私あの今まで買ってきた車ほとんど FF なんで、あ、そうなんですか、そうなのよ、免許取って初めて乗った買った車も FF、はい、縦置き5気筒 FF っていう変態なものなんですその後に買った車も FF だし、でミニも2台乗りましたけど、うん、それも FF なんで、うん、FF でパワー感ある車乗るとこう操作してる感が出るんで、あ、ちょっと腕の見せどころじゃないですけど、ちょっと荒ぶった感が出るかなって、うん、
なんかね、やっぱりこうアクセルワークとなんかこうステアリングがすごく連動してるというか、FF と違ってこう後ろから押されるんじゃなくて、こう引っ張られてるというか、そうですね、あのニュアンスってやっぱり FF にしかない。もともとその FF の発想自体はそのコストダウンだったりだとか、部品点数削減だったりだとか、そうですね、まあ、ドライブシャフトだったりリアデフがない分、まあ、室内広くなりますからね。そうそこからっすけど、やっぱりそれがいろいろ鍛えられて、こうサーキットとか、走りの方も鍛えられた車って、まあヨーロッパ日本いろいろありますけど、車がね、なんかあの1トン400あるけど、はい、なんかミニより軽く感じるよ。パールからかな。いや、そうですね、で今あの張り切ってスポーツ発信しましたけど仕事しましょう。そうですね、ノーマルですか。ノーマルからいきましょう。はい、はい、なんで今回 DCC がついてるんで、まあ、この辺なんかモード切り替え全部連動してるということで、はい、はい、乗り味に関しては乗り心地いいんだけど、いいですね。 TCR じゃないじゃん、前回ちょっとなんて言ってるかすごい不安だけど、はい、なんか普通に乗った感じだと、はい、あれこんなんだったっけな、ちょっと大宮店の市場を忘れましたこれ言ってること全然違ったら、でも大宮店の周りも飛ばせないですからね。そう結構渋滞、そう、はい、今日は高速乗っていただいて、ちょっと踏んでおーって言ったのはかすかに覚えてる。そうですよね。ただいいんです、はい、2020年だか21年か22年か分かんないですけど、はい、その時の自分と違うんです。そうですね、はい、アップデートされてるんで、はい、いやでも車はすごく軽く感じます。確かミニなんかよりジョン・クーパーなんかより100キロか200キロぐらい重たいんですよ。重いですね。そうですね。けどそれなんか感じさせないぐらいのなんか軽快さが感じます、はい、そして結構言われてたそのブレーキに関しては、ブレーキめっちゃ効く。効くんですよね。そうなんですよ、めっちゃ効く、はい、でドリドの音別にしないよ。しないです、しないです、うん、なんか読み物読んだら結構ゴーっていう音がするとか聞こえるとかっていうのがあったけど、今までそんなあんま感じたことないけど、高速ブレーキなんですかね。どうなんだろうね。ただやっぱりもう車がもちろんその何て言うんだろう、超高級車とか、その静粛性すごく高い車じゃないから、多分その辺が聞こえるのかなっていうのはちょっと思ったけど、ね、はい、今実際乗ってみてそんなに気にならないというか、むしろ どの音ですかみたいな感じ、はい、で扱いにくさ少し感じるかなと思ったら全然、はい、普通に乗ろうと思えば全然普通に乗れちゃう。左行きましょうか。これ目つぶって乗ったら分かんないんじゃない多分足の硬さとこのかすかな排気音だけ違うだけで、はい、すげえな、いいな、なんかガンガン使いたいね。使いたいですね。乗れちゃいますからね、うん、だから最近出てくる TCR が距離がいってしまってるので。ああ、そういうことだね。そうなんですよ。なんで距離差の見つけるの結構大変になってきてるんで。でも逆にそれだけ乗れちゃうってことでしょ。乗れちゃいますね。いや、これはいいよ。もう市民の足だよ、本当に。ですね。それの究極系。はい。あと、ワーゲンのステアリング、これが好きなんだ。ちょっとこう、ちょっと、とんがってます、なってます。すっごい手にフィットするっていうか、握りやすい。もうちょっと、正直言っていい、はい、正直言うと、もうちょっと、激しくしてほしかった。そうです。例えば、パドルをもう少し大きくするとか。はいはいはい。もうエアロパーツももう少しだけ大きくするとか、あとミラーキャップもこのグロスブラックで乗るとかなぜかタイヤホイールとホイールとミラーだけはマットブラック、はい、そうですね。いいな、メーカーチューニング的なのっていいよね。そうですね、まあ、まとまりがあるっていうのと、まあ、誰よりも頭いい人が考えてやってますからね。バランスはいいですよね。いや、車は車両紹介であんまり悪いこと言わないですよねって言われるんだけど、はい、少なくとも僕より100倍以上頭いい人が作ってるんで、はい、それが好み以外のところで何か言うのはおこがましいと思ってるんで、はい、じゃあここスポーツでいいですか。いいですね。はい、ぜひぜひ高速試乗で。ちょっと待って、これか、はい、
いいですか。ぜひお願いします。ですね、トラコンもオフにしないとダメなやつですね。そうですね。え、これさ3000超えるとすごいね。はい、ちょっと音も変わりますね。吸気の音と、マフラーの音全然表現する、はい、え、全然違うよ。化けますね。ちょっと待って、これトラコンオフにしよう。これは楽しいかもしれない。いや、今回高速乗って正解いかない。そうですね、ちょっとこれを定番化にできれば。そうね、楽しいと思います。高速乗ってるお店ないですか。アリーナが時々乗る。 あと名古屋毎回高速乗らず。やっぱり一般道と速度レンジが違うし、車の動き違うよね。そうですよね。いいですか。はい、早い。早い、楽しい。これは若干タイヤがついてってないけど。そうですね。ああ、でもね、なんかね、こうなんだろうな、わーわーわーってならない、うんうんうん、なんか使い切れるとは言わないけど、全然こうガンガン軽い。そんで車が、ああいいね。だいぶいいです。だいぶいいです。これ楽しいよ、多分どこ走っても。ちょっとこれワインディングを一回走ってみたいな、あとどんだけこうアンダーが出るかみたいな。そうですね、結構本当に FF って FR 以上になんかこうセッティングで曲がる曲がらないみたいな、うんうんうん、あと乗り方で。そうです。これいいね。あとこうビビリ音とかはやっぱりこのセグメントの車なんで、はい、ちょっとロードノイズとか、はい、ただでも今スポーツでだいたいこの外観の法定速度で走ってても、はい、乗り心地はそんなに。だもっと硬くていいと思ったな、なんか。なるほど。なんかもしくはモード切り替えでこの DCC で硬くできるんだったら。そうですね、全然許容範囲というか、まだまだいけるぞって思っちゃう。早い。これはちょっと欲しいかも。ここまで回すと音も良くなりますね。そうね。いや、音全然あの3000以上だったら、そうですね、十分。そうそうそう、全然十分。だから、なんだろうな、バルブかなんかつけてこうエンジンかけた時に少しこう音が大きくできたりとか、はい、モード切り替えで音大きくできたらいいなって。そうですね。これ楽しいな。で、今回あの動画なんで価格に関しては控えますけど、はい、あのびっくりした。嘘でしょって。乗りやすい、乗りやすい価格の。いやいや、乗りやすい価格。価格？価格だと思いますね。いや、約1万5000キロじゃないですか。はい、そうですね。すっごいざっくり言うと、はい、あのそんだけ走って、はい、新車価格の1割減みたいな。はい、嘘でしょみたいな。驚異の価格維持率。そうですね。でも、だいぶアンダーじゃない気がします。はい、FF にしてはアクセルオンで全然曲がっていけるかって言ったらやっぱりちょっと厳しいけど、うんうん、結構切ったら切り回していけば全然オンしていける感じ、うんうん、あ、でもそこをコントロールする楽しさってことですよね。そうね、うん、だからなんかそのレーシング直系の限定車みたいな感じなのと、まあ、あとはいろんな装備とか見てもっと激しいのを想像してたけど、はい、本当にこう意外に乗りやすい、うん、でステアリングに関しては FF な感じ、はい、なんて言えばいいんだろうな、少しこう、うん、やっぱりタイヤの向き感じながら、タイヤのトラクション感じながら乗る感じ。
こう手放ししても車はずっとなんかこう添えてるだけでこう車がーっていく、まあ実際行くんだけど、はい、少しこうやっぱりトラクション感じるかこうなるか、ドルクステアが少しある感じ、うん、馬力に関しても全然踏んでいけちゃう感じ、うん、そうですね。スピードはやっぱり結構速いけど、セブンスですか、反応速度はそんなに速くない、ね、あでもパワーがあるから、あの GTI のパフォーマンスと TCR を同時に変えた時があって、うんうん、並走して帰ったんですけど、うん、あの全然違います。あ、そうなんだ、差が出ますね、やっぱり TCR 速いです。ありがたいことにいろんなあのとんでもスペックの車を乗らせていただいてるんで、あ、いいね、適度にこうバブリングもして、そうですね、そうなんですよ、バブリングするんですよね。いやでも乗り心地が本当に良すぎるぐらいですね。全然こういうつなぎ目とかも不快な感じしないもんね。ここスタートでいいぐらいだから。そうです。ここノーマルにしてもらって、じゃあ ACC を。はい、オン、はい、あー便利、あ、ここないんだ、そうです、ないです、知らなかった、え、どこでやるの、こっち、あ、これあれがついてないんだ、レーンキープが、そうでしょ、そうですね、あ、ないんだ、レーンキープ欲しいね。欲しいですね。普段こうレーンキープあると結構少しだけ寄っただけでもグッと戻されたりするから、はい、オフですけど、少しこう、ブレーキ触ったりしますけど、はい、全然音も気にならない、むしろやっぱりこうロードノイズの方が気になる感じ、ああそうですね、タイヤ変えましょう、タイヤ変えての問題なのかな。どうなんですか、でも20年式だからそんな古くないと思うんだよね、だから多分車のその静粛性というか、うん、そっちかなっていう気が、で今、はい、曲がりますね、うん、全然ドリルドの音はしない、右から合流があります、あー、あー最高です。結構いい音してるよ、やっぱり高速じゃないでしょうか、そうですね、はいはい、じゃあ最後になりますけども、はい、結構前回乗ったのを忘れてたのと、はい、あともう一回勉強して、はい、こう TCR、はい、レース直径の限定車なんで、はい、めちゃくちゃ激しいのを想像してたんですけど、はい、なんかこの外装だったりだとかマフラーの音だったり、はい、内装だったり、まあ、乗り味だったり、はい、割とこうストリートユースというか、そうですね、にだいぶ寄せててかなり使いやすい、はい、いや使いやすいです、もう乗りやすいです、街乗り最強だなと思って、そうですね、はい、なんで特にこう限定車で希少な車ですから、うん、はい、まあ、今後も長く乗れる車じゃないかなと思います、というわけで今回はフォルクスワーゲンゴルフ TCR をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。